お世話になります、ヒトリーでございます。最近横にスライドしていく系の動画が流行っていますが、それ系のあるポケモンに関する確率の動画で、ポケモン初代にて命中100の技が外れることがあり、その確率は 0.4% とありました。私はポケモンにわかで、ポケモン初代も私に脳みそがまだない頃にちょっとやったことある程度なので、これを聞いた時びっくりしすぎて眠れなくなりました。この情報を疑うわけではないですが、本当にできるのか気になりすぎてさらに眠れなくなりました。多くの方も同じく眠れていないと思いますので、今回は命中100の技は本当に外れることがあるのか検証していきたいと思います。はい、じゃあやっていきましょう。これはですね、ゲームキューブでですね、ゲームボーイプレイヤーというものを使ってですね、本当のソフト、初代のソフトを使ってやっていこうと思います。でこれつくんすね今知ったんですけど、これ別の動画で私400本ぐらい中古ローム買うやつやったんですが、そのコメントではですね、もうね、初代と金銀バーあたりは電池切れでですね、そもそもプレイできないと、そういう感じの、コメントいただきましたので、つかないと思ってたんですが、つきますねこれ。じゃあデータあんのかな、ちゃんと。中身見れますかね、いけますかね。あ、いけました。どうなんだ。あ、続きから始められる。あ、いけんじゃん、データ残ってんじゃん。主人公ハヤテ持っているバチ8個マジか。プレイ時間12時間43分。まずそれに驚きだわ。というか、あ、普通にいけんじゃん。すごいすごいすごい、マジか。あれ今何になった。あ、これで変えられるんだ。はいはいはい、とりあえずこれで、じゃあ自分のポケモンのところ見てみましょうか。イーブイ、ゴローニャ、ピジョット、ニドリーノ、白龍、カラカラ。うわ、なかなか渋いねこれで8個いけんだ、バッチまあちょっと結構逸れてますが、やることをちょっと思い出しましょう。まずは命中100のね、技を探さないといけないわけです。イーブイ全然デザイン違うわ。技見れないのか。技ちょっと見れないっぽい感じなんで、ちょっとこれ調べて命中率ちょっと探してみますね。はい、ちょっと今調べてみたんですけど、この白龍、波乗り覚えてますけど、波乗りはですね、どうやら、初代からねずっと、命中率100だそうなので、まあ、これで今回ね実験していきたいなと思います。まあ、ちょっとこのシステム全然わかんないんだけど、良さげなとこちょっと行きましょうか。どっかいいとこないかな。ここはどこだろう。まあ、この辺でやってみましょうか。はい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 、強すぎたらちょっとやりにくいですからね。ポケモンセンター何回も行かなきゃいけないですから。弱いと、あ、ここでいいんじゃない。はいはい、コラッタ3レベルとかですからね。ここ良さそうっすね。ここでちょっと実験しましょう。クリューを並び替えでEV に変えていく。まあ外れるの 0.4% ですから、単純計算で1000回のうち4回ですから、つまりたったの250回のうち1回当たる確率っていう感じなんで、まあ楽勝だと思いますね今回。はい、でちなみにネットで軽く調べたんですけど、我慢だけどうやらね必中らしいっすよ。我慢こそなんか外れて良さそうな技っぽい感じしますけどね、印象的には。まあいいや、そういうザレ事は置いといて、サクッとやっていきたいと思います。これ一発目で終わったら逆になんかそれおかしな話っていう風になっちゃいますけどね。まあ、とりあえずいいよ、やっていきますよ。はい、白龍召喚。うわ、すげえ頭でけんだけど白龍に全然見えないんだけど、波乗りやっていきましょう。いけ、波乗り。いいねいいね、デザインいいね。ちょっとこれ消そうか。うわ、あー、すごいすごい、あんな感じなんだ。噴水みたいな感じじゃん、塩水みたいな感じじゃん。はい、これで倒れたってか当たったじゃん。普通に当たったわ。そこのちょっとちゃんと見てなかったわ。まあ外れちゃったということで、これちょっと設定で、変えられるかな。戦闘アニメーションは飛ばしてみる。これで何回もやるしかないっすね。波乗りでやっていきましょう。当たっていくね。いやー厳しそうだな。波乗り当てる。おお、当たる。なんか一回外れたように見えるけどね、なんか。で、ちょっととりあえず波乗り15回終わったんですけど、もちろん出なくてですね。で、どうやら調べたところ、10万ボルトと竜の怒りも命中100らしいので、初代でも。ですので、こいつらもう使ってね、やっていきたいと思います。ちょっとこれじゃあ毎回ね、ポケモンセンター行くことになっちゃうんで、15回ごとにね。なので、他の技に期待してね、やっていきましょうということで、竜の怒り行きましょう。OK、当たっていく。OK じゃないんだよ。おー、外れた外れた外れたぞ竜の怒り外れた結構早く外れたなマジか、すげー。
本当に外れんだ。今かかった時間的には25分ぐらいかな、30分ぐらいかな。すっげえ味気ない感じですけどマジで外れんだ。すげえな。なんでこれ、じゃあ命中100にしたの。すごいよ。ちょっとよくわかんない仕様っすよね、これ。ということで、検証結果。命中100の技は、本当に外れる。でした。まあ、これはね、情報として入っていたので、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、いや、すごいっすね、本当に。まあ、でも実際、ポケモンたちの戦いをリアルに考えたら、命中 100% の技でも、若干外れるっていうのは、なんとなく感覚的に理解ではできますよね。むしろ逆に、絶対当たるみたいなことの方が、異常な気もしますよね。ちなみに、スピードスターも初代では、命中100なんですが、必中ではないらしいですね。普通にこちらも外れることがあると。これもどういう経緯で必中になったのかっていうのも、結構面白い点ですよね。で、外れる確率は 0.4% とはいえ、検証始めてから早いうちに外れたので、まあ1回のストーリーで何回か外れることは普通にありそうですよね。まあで、この確率見て思ったんですけど、私が道歩いてて、魚を目、注視よと言われる確率と同じぐらいなんじゃないかなと思いました。